息が合わせられず。リンゼちゃんの言う通りバラバラだったね。何度もライブで披露した曲のはずなのに。ちょっと早いけど休憩した方がいいかも。今宵を魂の安息日としましょう。前方に兄ちゃんとおぼしきプロデューサー風の男を発見。やっと帰ってきた。もうどこをほっつき歩いてたんだ。そんなのコハッチのことに決まってるっしょ。超エモい作戦をマミと考えたんだ。名付けてコハッチ花丸スマイル大前からしてエモくて切なくなるでしょ。それはね、コハッチを驚かせて程よい刺激をプレゼントするな。驚かせるだけじゃないよ。スリルとショック、おまけに大爆笑もだからね。あ、アミマミ探したぞ。夜なんだから合宿所にいなきゃダメでしょ。アミちゃんもマミちゃんもいち早くプロデューサーさんに伝えたかっただけよね。お疲れ様ですプロデューサー。今みんなで琥珀に何ができるかを話し合っていたんです。そう、それこそがコハッチ花丸スマイル大作戦。ダメダメダメ、合宿所にはコハッチがいるじゃん。作戦がバレたら追放にキスだよ。では改めて、昼間はレッスンがあるので夜に何かできないかという考えから始まって、全部で3つの作戦を考えたんだ。1つ目は私の発案ですが、合宿所の近くの海は海ホタルで有名なんです。琥珀ちゃんと一緒に見に行けばきっと楽しい思い出になりますよ。そんで次はマミとアミが考えたミステリアキンナイトツアー。さあ、このスリルとショック、もう一つおまけのホラー体験に兄ちゃんは耐えられるかな。最後は自分が考えたプラン、みんなでカレー作りさ。夏で合宿とくればやっぱりカレーだよね。完璧なルミナスカレーをみんなで作りたいんだ。合宿所から歩いて行ける距離にスーパーがあるから買い出しは任せてください。ありがとうございます。レッスン以外の時間でもみんなをフォローしていければと思います。そして合宿の最後に盆踊りライブでステージを楽しんでもらおうかと。